とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。弓にチャージ系のエンチャントは絶対必要なんでしょうかという質問ですね。ありがとうございます。チャージ系のエンチャントは絶対ではないんですけども、ほぼほぼ必要だと考えてます。チャージ系2つ、エンチャントありますね。まず1つ目が、ロールチャージ。回避か羽を使うと3秒間チャージショットを打つことができるエンチャント。そしてもう一つ、アーティファクトチャージですね。アーティファクトを使うと3回チャージショットを打つことができる、このエンチャントです。このエンチャントですけども、クールダウンショット、これと合わせることによってかなりお得に使うことができます。ではまずはですね、ロールチャージとクールダウンショット、この2つが入った弓で、打ってみましょう。ちなみに防具にはクールダウンが1つ入ってますね。1つ入った状態です。そうすると羽でね、こんな感じに動くことができるんですよ。羽を連続使用しながら、弓をピュン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 打つ。でしかも、他のアーティファクトも再使用時間がどん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 減って、使いまくれるっていう感じです。はい。これが、チャージ系を入れた弓ですね。では、続いてはこれ。チャージ系を抜いてます。チャージ系なしで、クールダウンショットだけ入ってる弓。これで打ってみましょう。そうすると、こんな動きになります。羽がね、再使用時間が3秒間ありますので、それを待ってから、次の行動に移りますので、ものすごく効率が悪い、他のアーティファクトも全く、クールダウンされずに動きもこんな感じになってしまいます。でも、これにねバーストボーストリングが入ってると、一応ねチャージショットが発動するんですよ。発動するだけども、敵との距離によってはこのバーストボーストリングが発動しないんですよ。敵がいない時とか、敵がある程度遠くにいる時とか、その時が、この動きになってしまいますので、ものすごく戦闘力がね、落ちると思うんですよ。まあ確かにね、敵のど真ん中で使えば、まあ、チャージ系を入れてるのと、ほぼ変わりはなくなるんだけども、敵が少なくなった時が、こういう動きになって、なんかちょっと詰まった感じになってね、すごく嫌なんですよ。なので、チャージ系は絶対に必要だと思います。で、チャージ系は絶対必要と言ってしまったんだけども、絶対ではないです。それがね、クールダウンが、3つ以上入ってれば、OK っていうところですね。この影の衣は1つしか入ってません。これがね、3つ入ると、あ、ちょっと待って、足りねえな。足りねえな。ここら辺もちょっと打っとけ。だね。今、クールダウンが3つ入りました。3つ入った状態だと、こんな感じになります。まあ、若干詰まるんだけども、一応、運用できてるかなっていうところです。で、4つになると、さらに使いやすくなって、今4つですね。クールダウンが、下に3、で、黄金に1入ってて、合計で4です。4になると、こういう動き。ができるようになるので、そうね、やっぱり4以上かな。まあ、3でも、使えなくはないんだけども、やっぱり快適に行きたいならば4です。でも4以上の防具ってなると結構敷居が高いので、やっぱり弓にはチャージ系を入れてた方が無難かなと思います。まあ、確かにね、火力を入れたいところだよ。火力をね、まず、クールダウンショットと、バーストボーストリング、チャージ系、これ必要なので、もう一つしか、火力が入れてないんですよ。できれば、マルチショットプラス、連鎖反応か、長弾を入れたいんだけども。まあ、快適さを取るか、まあ、ある程度の不便さを取って、火力を若干上げるか、どっちかだと思います。まあ、俺的には、チャージ系は絶対に入れた方が、まあいいと思います。防具の敷居が高すぎる。はい。ということで今日はコメントありがとうございます。弓にチャージ系は、まあ絶対ではないんですけども、クールダウン4以上の
防具がない限り入れた方がいいと思います。そっちの方が絶対快適です。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。